デニス・ペチュホフは、ロシア・キーロフ出身のアメリカの男性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピックアイスダンスアメリカ代表。パートナーは、メリッサグレゴリー。ロシアのキーロフに生まれ、8歳の頃にスケートを始めた。後に、オクサナ・ポトディコワとカップルを結成し、1997年世界ジュニアフィギュアスケート選手権では、 初出場ながら2位となり、頭角を表した。翌1997から1998年シーズンからは、創設されたばかりの ISU ジュニアグランプリに参戦。JGP ブラウエン・シュベルター・ズキで優勝し、JGP ファイナルでは2位となる。2度目の出場となった世界ジュニア選手権では3位となった。1998から1999年シーズンからは、 シニアクラスに転向し、ゴールデンスピンでは優勝を飾る。翌1999から2000年シーズンには ISU グランプリシリーズにも参戦し、ロシア選手権では3位となり、2000年、欧州選手権に出場するまでになったが、2000年3月に、オクサナポトディコワとのカップルを解散した。その後、メリッサ・グレコリーとカップルを結成し、2000年9月に、 アメリカへ渡り、2001年2月にパートナーでもあるメリッサ・グレゴリーと結婚。2002から2003年シーズンからアメリカ代表として ISU グランプリシリーズに再び参戦を果たした。2005年2月、アメリカ市民権を取得。翌2006年全米選手権で2位となり鳥りのオリンピック代表に選出された。鳥のオリンピックではコンパルソリーダンスで15位。 オリジナルダンスとフリーダンスでは14位となり、総合14位に終わった。2007から2008年シーズン、初戦となったスケートカナダで、フリーダンスでのリフトの練習中に、パートナーのメリッサ・グレゴリーが落下。そのまま危険。次戦は、ロシアハイへの出場を予定していたが欠場し、2008年、全米選手権への出場も見送られた。ロシアゴラテン・ホンジ、ドニペクホフ。 ありがとうございます。